いよいよだな。行くよ。まただ。昔と同じだよ。こいつは一体何を言ってるんだ。落ち着いてシーナ。私が訳すわ。我はミトスとの契約に縛られるのだ。お前は何者だ。またミトス。テセアラとシルバランと両方の精霊と契約できるな。そうだよね。ミトスもレアバードで世界を行き来して。私はシーナ。ボルトがミトスとの契約を破棄し、私と新たな契約。ミトスとの契約は破棄されたと。しかし私はもう契約を望まない。どうして。人と関わりは持たない。だから契約。それじゃあ困るんだ。シーナ、無茶するな。みんな、これじゃあの時と同じじゃないか。シーナ、しっかりしろ。でも、シーナ、ボルトは人間を信じられなくなってるだけ。ちゃんと誓いを立ててもう一度契約してごらんよ。コリン、シーナ、死なないでコリン。シーナ、ボルトを力づくでねじ伏せろ。コリンの力無駄にするな。そうしないといつまでもボルトの影に怯えるんだぞ。私を命がけで守ってくれたみんなのために、ボルト、お前の力を貸せ。大したことなくてね。
弱点を述べなさい。ボルトが誓いを立てろと言っている。さっき言った通りだよ。そして、コリンのためにも
みんなが住む。誓いは立てられた。我の力。二つの世界の楔は放たれた。待って、相対する二つのマナは今分断され…どういうことだ。マナの流れが分…マナは精霊が眠る世界から目覚めている世界へ流れ込みます。二つの世界で同時に精霊が目覚めたのは初めてのこと。これにより二つの世界をつなぐマナは消滅。それってつまりマナが搾取されなくなったって。わからない。ただ二つの世界の間に流れるマナは。そう、二つの世界はやがて分離するでしょう。二つの世界が切り離されるってこと。そりゃいい。それならお互いにマナ。シルバラントに封印は5つ。最後の封印に精霊はいなかったから、4つの封印に対応する精霊を目覚めさせれば、すべてのマナを分断できる。かもしれない。じゃあ、テセアラの精霊を目覚めさせれば、シルバラントも救えるし、テセアラも衰退しないんだな。少なくとも、世界をつなぐマナは消滅し、2つの世界は切り離されるでしょう。そうか。封印には二つの世界をつなぐという役割があった。シーナさんとコリンのおかげですね。え、二人が命がけでボルトと契約、封印の役割も。あ、そうだよ。コリン。さて、いよいよレアバードとご対面だな。シーナが落ち込んでる時にデリカシーがないな。何言ってんだよ。過ぎたことをくよくよ言ってんじゃねえよ。そんな言い方。シーナの悲しみは深く辛い。ああ、ゼロスは少し黙っててよ。へいへい。そんな風に周りが腫れ物触るみたいにするとはもっと落ち込むんだよ、冒険が。